しよしよしよし、おお、ええ方よっしゃったね、ほら、うい、かかりどころある、すごいな、抜けが本当にむちゃくちゃパワーありますね、あれ。じゃあ後半戦ですね。まあ竿をね、今回お持ち用ノーマル9メーターの状態ですね。それに変えて今度後半戦、まあこの上流、まあ比較的フラットの流れなんでノーマルのまあ柔らかい方でね、ちょっと釣っていきたいと思います。後半戦スタート、頑張ります。前半はノーマルの、パーツでやったんですけども、後半ちょっと荒いところなんで、スイッチパーツで、穂先も SMT チューブラーパワータイプっていうのを使ってですね、ちょっとこう背の中を強引にやってみます。後半戦スタート、よっしゃ、はい、頑張ってください。はい、まずですね、瀬田さんはこの畑際の上流部の見た目ね、そんなの流れ強くないと思うんですけども、実際これ川入ってみるとかなり流れ強いです。上の底石が細かいですから、思った以上に流れ強いですね。一方、森岡さんはですね、さっき前半戦瀬田さんがやらなかった、左岸がですね、中洲の方から今竿を出そうとしますね。大きなね、多分岩だと思うんですけども、波立ちの後ろ、前半戦ね、終盤に瀬田さんが、3匹ぐらいね、入れがかったポイントでまずしっかりおとりを取ろうという作戦だと思うんですけどね。前半はですね、ノーマルでやってたんですけども、後半これスイッチパーツに変えて、穂先も SMT チューブラー、パワーランク的にはハンドリングをね、ちょっとイメージしたようなサオに仕上がってます。よっしゃ、よっしゃ、変わった、来た来た。後半1匹目ちょっと慎重ですね。まあ、これで、おとり変わって、どういう釣りをしていくか。よしよし、OK、お、来た、おお、あ、今終われたな。感度がね、いいんで結構わかる。まあ、反応があればね、ここで当然待った方が絶対いいんですけど、ちょっとこうおとりの動き変化をつけるためにちょっとこう竿をね起こしてあげるとおとりの動きがちょっとこう変わるんで、よっしゃ、お、来た来た、うん、はい、やはりですね、今のも、しっかりこう竿立てて溜めてますんでね、飛んできた、のあいとおとりの弾道がやっぱゆっくりですよね。あのぐらいゆっくりで、ね、こう飛んできてもらえれば誰でも簡単に受けられると思うんですよね。瀬田さんはこの右岸の流れ見切ったみたいですね。さあどこ行くんでしょうか。竿のセッティングはですね、前半下流のその一人流れ的にはパワータイプにしてましたけども、今度上流はですね、緩い流れが多いですから、頭はですね、軽めのセッティングになってるわけですね。まあ、その辺でですね、こう釣り方ですね、どう変えていくのか。反応あったな。よっしゃ。
やっぱり流れの中ですね。あ、やっぱりこうなんていうのかな、ね、抜きも亀も粘りが強いですね。粘る感じ。取り込みもね、やっぱりあのパワータイプのホモチに比べてこうなんていうのかな、粘りが出て、やっぱり細い糸でもこう対応できるような竿の曲がり方しますね。やっぱり7本継ぎの特徴で、やっぱり曲がりがすごく綺麗ですよね。節が一つ少ない分。落ちました。これはちっちゃいよ。今ね、ちょっとこう反応あったな。よっしゃ、よっしゃ、かかった。おお、出た。5、4、3、2、1、はい、終了です。はい、本流バトル無事終了しました。じゃあ検量します。まず瀬田選手がどうぞ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあまあいいのが、お、はい、いいの入ってますね。なるほど。はい、いきます。はい、下流がね、やっぱりポイントが良かった。2、3、9、10、11、12尾。はい、12尾です。重量は重量1.48。はい、はい、1148g。 はい、お、お、お、やばいな。うん、いきます。はい、1、2、3、9、10、11、12、13、14、15、16尾。もう越してるやん。気になる重量は 1426g。 あー、やれた。今回は、森岡選手の勝ちですね。今年も負けちゃったね。うん、おめでとうございます。なんとか後半後半前半死んでたけどまあ、私はまあスペシャルのメガトルクでやったんですけど、はい、うんうん、やっぱりパワー系の同調子の差を、うん、でまあ私前半下流で、パワーホモチつけて、まあシンカーも常時大体4個ぐらいね、うん、つけてやったんですけど、本当に自分の持った筋をまあ大きな石、まあ、沈んでる大きな石の側面であったり、ね、うん、そういうところもまあ複雑な流れもきっちり通していってたんで、で後半まあこの上流エリアノーマルの 9m でやったんですけど、本当に A のスペシャル A の XH みたいな感じで、もう、はい、もうなんていうのかな、まずおとりを出した瞬間に軽い、うん、7本だからな。そう、ほんでそのたった25センチのその2番の長さの違いだけなんだけど、はい、うん、全然調子が変わるね。でシーズン通してやっぱり初期の小さい魚なんかの対応も十分できるし、うん、はい、で後半の終盤のこの25センチクラス混ざってくるアイでも、うん、全然そのパワーホモチつけたら難なくいきますね。いけるんで、私もまあ振り込んで、ね、バンバン抜いたんですけど、はいはい、うん、本当逆らずにその場所でやりて、うん、まあ本当競技のTの方も見てて後半、うん、重りもやっぱり使ったんですか。重りも、うん、ちょろちょろと扱った。大体何号ぐらいですか。大体2号。あ、うん、
それで十分コントロールできる。十分やな。もう後半ほぼノーマルでやってたけど、うん、十分あのおとりさえしっかりでしてたら操作できるし、であの865っていうその短さが意外とあのおとりとの距離さえしっかりと保ってたら、うん、出ていかさへんかったら割としっかりと止まるんで、はいはい、割とこういう川には合うんかな。コントロールしやすい、うん、岡崎さんの目から見てどうでしたか。やはりですね、2人ともそのこの下流エリアっていうのは初めてと思うんですよ、ここで下流っていうのは、はい、その中でその押しの強いその中川でどう攻略するのか、はい、これねものすごく楽しみでした。だその辺がやはりその、まあ、自分たちもそうなんだけども、まずその溜め方しっかり差を曲げるとか、その辺はねやはりその、まあ、十分こうなんだろう、勉強になった部分はあると思いますよね、うん、まあ、ぜひね固定観念なく、はい、そうです、いろんなことを試してもらったら、はい、楽しい次です。そうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。